ありました、ドブドブハンバーガー。今ちょっとですね、できてますね。ちょっと行列ができてるんで、ちょっと今からこう並びたいと思います。ドブドブハンバーガー、ちょっと待ってたね。あ、完全にオープンしてる。ドブドブハンバーガー、まあ、ちょっとですね、今からちょっと並んで待ちたいと思います。一旦切ります。今ですね、ドブドブハンバーガーの浅草、今のですね花屋敷店オープンしましたけども、今目の前にはスカイツリーがあります。ちょっと行列できてて、今注文でメニューもらいまして、メニューこんな感じですね。メニューが浅草店限定コロッケバーガー、ビッグドモ照り焼き、ビッグドモトマトチーズと甘辛チキン、お好み焼き、エビカツ、あとポテトフライ、チキンナゲット、まあ、いろいろありますけどもっていう感じですね。まあ、1回切ります。先ほどから15分ぐらい経ちましたけども、やっぱりちょっと一人一人ちょっと手作りで作ってるんで、ちょっとまだちょっと時間がかかるかもしれないですけどね。ちょっとオープンなんで、ちょっともうちょっと待ちたいと思います。はい、あとですね、1,2,3,5,6,7 人ぐらいまで着きました。今日ちょっと浅草コロッケバーガーとカニバーガー売り切れてなければ食べたいと思います。もうちょいですね。ただいま時刻は、10時20分ですね。もうちょいで買えそうです。ちょっとかりんとうまんじゅう買いたいと思います。たくさんありますね。カニバーガーと浅草コロッケバーガーを買いました。まあ、こんな感じですね。ドムドムバーガー、花屋敷さんからと、あといろんなお花のお祝いのお花が届いております。たくさんですね。こんな感じで綺麗な花が届いています。まあ、一応こんな感じで花屋敷の目の前にありますね。カニバーガーと、浅草コロッケバーガーいただきました。で、今ちょっと作ってるの街でございます。目の前はもう、なんかありますけども、花屋敷ですね。花屋敷の前にがっちりあります。しっかりとこんな感じでですね、行列も凄まじくできてます。こんな感じですね。プレオープンしてる状態な、プレオープンじゃなくて今回は本当のオープンですね。はい、ではですね、カニバーガーとかお家帰っていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ちょっとお家に帰ってきまして、今ですね、ドブドブハンバーガーちょっと買ってきたものを紹介したいと思います。こちらがですね、ドブドブバーガーの、カニバーガーですね。ちょっとなんかお見せしたいと思います。ドムドムのこれが旗がございますね。サンキューって書いてあります。で、ここでさあ、見えますか、このカニ。ちょっと後でこれはいただきたいと思います。これはハサミじゃないですけどもありますね。これをなんとかシェルをそのまま揚げたやつですね。ちょっと後でいただきます。はい、もう一つが浅草限定の黒毛和牛、入りコロッケ、黒毛和牛 50% 入りのですね、バーガーでございます。これもちょっと今開けます。ちょっと片手で操作してますからね、ちょっと開けにくいんですけども、ちょっと一応無理やり
開けまして、で、これもこっち逆ですね。こっち側になりまして、バンズがごまついてますね。これです。黒毛和牛入りの、コロッケバーガーでございます。ちょっと見えにくいですけどね。すいません。こんな感じのと、あと、カニ、丸ごとカニバーガーですね。食べたいと思います。これ全部両方買って1300円ぐらいでしたね。はい。では今からいただきたいと思います。ありがとうございます。